皆さんこんにちは。病院薬剤師ダマさんです。最初に少し自己紹介をしておこうと思います。私は地方の中核病院に勤務する病院薬剤師です。病院薬剤師としては数少ないブロガー、YouTuber、Twitter 民でもあります。メインブログは「病院薬剤師って素晴らしい」です。 病院薬剤師が語る、アンサンゴシンデレラの舞台裏。このコンテンツは、2020年4月より、フジテレビ系で放映される、木曜劇場、アンサンゴシンデレラ、病院薬剤師の勝負戦を、10倍楽しむための動画です。レシピ19の今回は、嫌われてでも納得してもらえ、 医療用医薬品の価値とリスクと題してお送りします第21話巨人の肩のあらすじです。じで窓口で患者からケチオバーリされても湿布薬の追加を毅然と断るカリアに固まる緑。ある日ステロイド入りの花粉症の薬を6歳の息子に分け与えていることを知った緑は 父親に注意するも理解してもらえないその時カリアが父親に語った悲しいエピソードとは今回は再び鉄の女子とカリアが主役です演じる女優は桜井由紀さんなんと緑役の石原さとみさんと同じ 33歳なんですよねもともときれいな女優さんなのですが見事な役作りです今回の舞台裏はスイッチ OTC OT とは医療用医薬品として用いられた成分が一般用医薬品 OTC に転換 スイッチされた医薬品のことです。胃薬の一種、H2 ブロッカー、ガスター10や、下熱鎮痛薬、ロキソニン S などが有名です。さて、医薬品には、医療用医薬品と、一般用医薬品の、2種類があります。医療用医薬品とは、主に、 病院などの医療機関の医師の診断と処方に基づき使用される医薬品のことです。引き目が強く時に重大な副作用を起こす危険性があるため医師が患者の症状や体質などに応じて使用を指示する必要があります。一方一般用医薬品とは医師による処方箋がなくても薬局・ 薬薬ででで購入できる医薬品のことです一般薬大衆薬市販薬さらには薬局・薬店のカウンター越しに手渡されることもあるため OTC と呼ばれることもあります医療用医薬品に比べて効き目は穏やかで副作用の心配も比較的少ないことが特徴。患者やその家族が 病気の初期の段階や軽い頭痛や下痢怪我などの場合に自覚症状に基づいて自らの判断で購入して使用しますただややこしいのは薬によって薬局でも病院でも手に入る点病院の薬の方が通常は安くなっています 今回のお話はここまでです。次回では緑が織姫になります。病院薬剤師って素晴らしい。賛同いただける方はチャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。さようなら。